ソフトバンクが3日の日本シリーズ第6戦、横浜に臨んだものの DNA に2対11と大敗し、2020年以来4年ぶりの日本一はならず、相手の下克上 V を許し、屈辱の同シリーズ4連敗で通算2勝4敗となり涙を飲んだ。レギュラーシーズンで貯金42のリーグ覇者が貯金2の3位チームに新参をなめた。 そんな、まさかの結末、が第6戦に集約されていたことを元ソフトバンク投手コーチで本誌評論家の加藤慎一氏は示唆した。加藤慎一、インハイアウトロー、ソフトバンク先発の有原は3回6安打4失点で降板したが、結果ほど調子は悪くなかったと思う。ただ DNA 打線には勢いがあった。 三連勝で大手をかけてホームに帰ってきたということで各打者がストレスなく打席に入っていた。二回、筒賀の先制本塁打はチェンジアップが甘く入ったところを仕留められた。この一発で DNA 打線はさらに積極的になったし、逆に有原には動揺があった。三回に四万塁で森に四点目となる押し出し支給を与えたのも、 もう一杯もできないというプレッシャーの影響からだろう。5回には3番手、スチュワートと4番手、岩井が打ち込まれて7点を失った。この場面でシーズン中一度もリリーフ経験がなく制球力にも何のあるスチュワートをマウンドに送るのはどうかと思ったし、ルーキーにもひどな場面だった。第3戦以降、ソフトバンクはリリーフ陣が打ち込まれるシーンが目立ったが、 ポストシーズンに向けて、どのチームよりも準備期間はあったはず。先発が早い回でマウンドを降りた時に誰を送り出すのかをしっかり固めておくことができなかった。大手をかけられてもう一杯もできないゲーム。この日、モイネロはベンチ入りしていなかったが、モイネロを2番手で投げさせて第7戦は総動員で臨む。 そういった短期決戦の投手企業を考えても良かったのではないか。